ジェルカージェリーミーナーでございます。今日はですね、このうちの積載車がですね、なんかおかしいなーと思って走ってて、一回スポーンって音がして、いやーパンク、なんか拾っちゃったんでしょうね。なんかバーストしてる感じじゃないんで、で今対応をしてます。はい、僕陸装屋さんなんで、まあ慣れたもんじゃ慣れたもんなんですが、はい、今その手配をして進めてるところです。でですね、うちのこの積載車タイヤサイズが特殊でございまして、21570、R17.5 っていうちょっと特殊サイズなので、今、まあ、タイヤを今引いてるんですけど、まあ、出張でやってもらうより持ってった方が安いと。持っていくのはレッカーの保険のね、付帯のサービスでやれるってことなんですが、保険屋さんのレッカーお願いしました。そうだ、三角表示立てまーす。線路は呼んでるんですよ。はい、どのくらいで来るとか。20分くらい前に電話して50分くらいでは来るって言ってて、今どこにいるんですか。セルネと郡山から来るって言ってました。あ、はい、まあそこの前に入ってやれば多分大丈夫ですね。はいはい、昭和のブレーキは車の外、しかもガードレールの外で待っててください。はい、うわぁ、よし、はい、現在こんな感じです。オペレーターへ確認いたします。はい、こちらこそどうもです、すいません、どうしようかな、郡山の業者だから多分分かると思うんですけど、なんてとこでしたっけ、もう一回ごめんなさい。タイヤサービス郡山店さんね、了解。うん、OK です、お願いいたします。よかった、タイヤって積載取りたいのにスペア積んでないんですよね。あとあれです、保険のね、付帯で提唱のセルフ来てくれることになったんで、いろいろうまく回ってます。あ、来た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 。スティーブさん、どうもー、ガブサットでーす。どうもー、どうもです。今ね、トラックパンクしてね、積んでるの。今ね、福島でね、トラックがパンクしちゃって、今積載車で今積んでるとこです。もし実況は時間かかるようだったら、そしたら明日連絡するとしたら、日本時間の何時ぐらいがベストですか。あー、じゃあ朝早い時間だったらスティーブさん大丈夫ってことね。また連絡します。はい、気をつけてね。はい、ありがとうございます。はい、すいません、よろしいですか。はい、お願いします。はい、それで、私どももこれから作業をやらさせていただくんですけれども、作業内容、はい、ちょっと動画の方を撮りながら私ここにつけて、あー、よかった、よろしくお願いします。はい、了解です、わかりました。はいはい、で、私これから乗ります。はい、中をお荷物にしておきます。はい、あとちなみに、はい、高速の料金はETC っす。ETC カード。はい、ETC カードだけ最初に手に持ってもらってください。ああ、そういうことか。はい、了解。運転席失礼いたします。はい、お願いします。はい、ここからですね、当日を振り返る感じでナレーションを入れていきたいと思います。まず何があったかと言いますと、仙台でうちのこの JN アドトラックスティーブ的視点公認日本一かっこいい積載車、これにですね、フェラーリを積みまして富山へ向かってました。バンダイ熱海を越えたあたりでなんか変な音したんすよね。でおかしいなと思って、荷台のベルトでも外れたのかなと思って、高速のね、これ出ちゃえばよかったんですけどね、本当はね。まあ降りちゃうとね、高速代高くなっちゃうもんで、高速の加速部のね、危なくないところに止めて、
車をチェックしたんですよ。そしたらタイヤパンクしてまして、いやー参ったなーっていうことで、まあそのまま出ることもできないので、僕はあの損保ジャパンってところの保険を基本的に使ってるんですが、これ損保ジャパンの保険にロードサービスの付帯サービスがあったんで、損保ジャパンの方に連絡をして、まあ、あのレッカーをお願いしたいんですが、と。ただパンクしてるのに牽引が来てもこれどうもならないよなと思って、じゃあ現地でタイヤ修理かなと思ったんですけど、これ特殊サイズなんです、うちの設計会社の後ろのタイヤが。で現地で修理って言っても時間もかかるし、やっぱりまあじゃあ一回高速出すっていう意味でもレッカーどうしようかなっていうことで、損保ジャパンのね、ロードサービスの女の子と喋ってたら、あの積載できる業者が見つかったんでそちらへ向かわせますって言ってくれたんですけど、積載できる業者って言っても、まあうちの積載車見たことないでしょってことで、これ積めないと思うんですよね、一回業者さんと喋っていいですかってことで、あのこちらの業者さんのね、配車の担当の方と一回お電話をして、まあこと伝えたんです。でうちの4トン車なんですけれども、まず屋根がついてますと。でそこはあの高さが対応できるね、積載車セルフがいるんで、それで向かわせますと。あー本当っすかって。で高さはいいんですけど、うちまあ、エアロを巻いてるもんですから、で自動歩みが後ろについているので、その積載の際にこの出る勾配でこうトラックの後ろ擦っちゃうと思うんですよねっていう話をしたんですね。そしたら、あのいやうちでしたら対応できますんでと。でいろいろ聞くに、僕よりこれプロの業者さんだなーということでお願いをしました。で見てください、これすごくないですか。これね、歩みの後ろにも板をかけて、でまた登るこう歩みの鉄板っていうんですけど、まあ、丸みのこう三角のものを使ってこれ上手に積んでくれました。はい、本当にありがとうございます。これね、一回、まあ、自分でも本当見れるもんなら見てみたかった、親ガメ、子ガメでね、フェラーリとトラックで走ってるんですが、孫ガメになっちゃいましたね。はい、この手配していただいた大型のセルフの上にうちのフェラーリを積載している積載車が無事乗りました。でこれは花見台っていうブランドの積載車で、荷台が動くタイプですね。3トンとかね、あの4トン車だとフラトップっつって、あの全部地上までこうフラットに荷台が降りるタイプもあるんですけども、まあ大型はね、この、まあ、花見台か、あとはアイバワークスっていうブランドも僕は知ってるところ、長野ね、ありますけどね。これ重量が重いと荷台が動かないとかもあるんですけれども、これバッチリね、うちの積載車を定位置まで乗せてくれてましたね。これ平行にしてから、車をしっかり動かして、固定をして出発をする感じですね。で長さの方もね、ちゃんと乗るのかなと思って若干心配もあったんですが、もうねこの業者さん本当にプロでしたね。後ろもぴったりでした。だからまあ逆にね、うちの説明を聞いていただいてもぴったりの車を手配をして向かってくれたんですね。だから多分おそらくこれね、後ろが出るようだと後尾警戒車とかそういうのも必要になってくると思うんですけど、これ全部ね調べて計算して、あちゃんと乗るんでということで、最後はね、あの荷台の後ろの蓋もピタッとね閉めてね出発してくれました。はい、業者さんの名前はね僕宣伝したいぐらいなんですが、ちょっと名前は伏せてくださいということで、
ったので、まあ、名前は言いませんけれども本当にいい業者さんでした。ありがとうございます。はい、道もトラックも何の問題もなく積んでいただきました。で、最初に動画撮りますねって言われてたのはやっぱそういうねトラブルがないかを最終的に確認するために撮られてるそうです。いや本当にねいい仕事でした。ありがとうございます。いいもの見せてもらいました。ありがとうございました。失礼します。はい、失礼します。積載流出になります。あ、はい。あ、はい。ありがとうございます。高速道路の最寄りで一回降りるんですけれども、この時に、トラックだったり中身のズレがないかも再度確認してくれて、はい。電話をしてました。タイヤサービス、郡山店さんでね、無事届けていただきました。郡山店の皆さんどうもありがとうございました。到着がねお昼になったんですが、スタッフさん総出で本当一瞬でタイヤ交換をしていただきました。でバーストしてたんですよね、タイヤの横が。で原因を見てたんですがちょっと分かんなかったんですけれども、何かが原因で空気が抜けたようでして、空気が抜けて走ってたもんですからタイヤの横に負担がかかってバーストしちゃったみたいなパンクの原因でございました。今回はねやっぱりねなんか異変を感じたら高速降りるべきでしたね。降りてればねもうちょっと被害は少なくて済んだというか、まあ高速のねハイウェイパトロールの皆さんにはご迷惑をかけずに済んだのかなと思います。まあだからね本当にねなんかおかしいなと思ったらまずすぐ車を止めるだったり、まあ、降りるだったりっていうのが大事ですね。今回はちょっと高速台をケチってね加速帯のところに僕止めちゃったらあれはまあ大失敗でした。郡山でいただきたいと思います。ありがとうございます。どうもです。ありがとうございます。入ります。動画でした。はい、というわけでトラックになりました。はい、素敵な方のことでした。ありがとうございます。はい、このね加速帯にね止めちゃったんですけれども、ハイウェイパトロールの皆様ありがとうございました。本当にご迷惑かけました。すいません、ありがとうございました。助けていただいて皆さんありがとうございました。でですね、今回はこのトラックをねなんで富山向けて走ってるかというと、6月4日カターレ富山の、試合で冠スポンサーをします。その試合にねこのフェラーリとトラックを並べる予定をしております。それでね乗って帰ってます。でこの積載車、スティーブ的視点公認日本一かっこいい積載車ということで全国にね今まで発信してきたんですが、途中電話入ってました。そのスティーブさん6月のね中旬に日本に遊びに来ます。で6月の18日は NS ラウンダーに僕出店するんですが、コラボ出店決定しました。その模様もね動画に上げますし、予告的な動画も作りますんでね、また見てください。はい、それでは JN カーズ JNTV 長井でした。ではでは。